はい、今日はですね、佐賀県神埼市のズーベット山っていうところに登っていきたいと思います。はい、ズーベット山、変な名前ですよね。そしてまずどこやねんっていう話ですね。出ました、2回目のどこやねん案件なんですけども、佐賀県のね、神埼市というところで、場所的にはですね、セフリ山系の一部になりますね。セフリ山の田中登山口のすぐ近くにあります。ちょっとね、車で来るのも結構、細い道だったので難しいですね。まずズーベットって何ですかっていう話なんですよね。聞いたことないと、生まれて一度も35年間一度も聞いたことがないという、ズーベットという名前なんですけども、このズーベットのですね、名前の由来みたいなのが登山口の方に書いてあったんですけども、滑るですね。普通に滑るって言うじゃないですか。それが佐賀の方ではズベルっていうらしくて、でズベットでズベットズベットズベットと、このスベルがですね、こう変換していって、ズベットと呼ばれるようになったみたいですね。それが登山口の方の看板に書いてありました。はい、こんな感じまでね、登山時間はですね、登山って呼んでいいのか分かんないですけど、15分ぐらいで多分山頂に着くんじゃないかなと思います。標高が、729メートルとちょっと高いんですけど、登山口自体が結構高いところにありますので、登山時間はだいたい15分ぐらいじゃないかなと思います。本当にね、何かのついでにいらっしゃいという感じです。でもここまで来ることないか。神埼からセフリの方に行くのかな、46号線っていうところがあって、その46号線結構山道なんですけど、そこから1本入ってずっとまっすぐ行ったところ、結構細い道をまっすぐ行ったら登山口があります。なかなかこんなとこまで来ることはないんじゃないかなと思いますね。いや、地味にきつい登山道ですね。佐賀県の山奥の方にあって、なかなか人がね、近寄らないような場所にあるとは思うんですけど、結構ヤマップとかでも登山情報は多くてですね、ネットで調べても情報は結構出てきます。さっきですね、このズーベットの由来が、ズベルから変換していったっていう話をしたんですけども、まだフランス語説っていうのもあって、昔ここなんかセフリ山系にフランスの飛行機が墜落したらしいんですよね。でその原因っていうのが乱気流が原因だったんじゃないかっていうふうに言われておりまして、その乱気流ですね、フランス語でズーベットなのかな、ズーベットに近いような言葉だとは思うんですけども、そこから、ズーベットが付けられたんじゃないかっていうフランス語説があります。そのフランス語説の他にもまだ、アイヌ語説と朝鮮語説っていうのがあってですね、アイヌ語で何やったっけ、2つの川を意味するような言葉で、これもズーベットに近い、そういう発音の言葉があってですね、そこから来たんじゃないかっていうのと、結構これはね、自分の中で有力なんじゃないかと思うのが朝鮮語説ですね。朝鮮の方から渡ってきた人たちが、この山にですね、名前を朝鮮語で付けるときに、ズーベットに近いような言葉で付けたんじゃないかっていう、セフリもそういう語源の由来があるみたいなので、セフリという名前自体がですね、朝鮮語説っていうのがあるみたいですので、自分の中ではその佐賀の方言のズベルよりも朝鮮語がこうなまっていったっていう説の方があるんじゃないかなと思います。はい、そんなこんなで話しながら登ってきたら、もう山頂っぽいのが出てきました。一切整備はされてない登山道だったんですけど、あ、書いてある三角点、全く整備はされてないんですけど、迷うっていうことはなかったですね。やぶこぎやぶこぎ、うわ、これ取れるか、よいしょ、おーしょ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 、完全にやぶこぎだ。なんか看板が出てきました。山頂かな、うわー、でっかいクモの巣がある山頂に、最悪や、でっかいクモの巣がある。こそーっと取って、はい、山頂着きました。標高が729メートル、もうね、クソでかいクモの巣があるので行けない。はい、ズーベット山ですね、着きました。は
はい、ということでですね、ズーベット山の山頂に着きました。ちょっと雲がすごいでっかい雲がいるので、こんな感じでしか撮れないですね。はい、これ以上先には進めないと。ここまで登ってきたのに、完全にマニア向けの山です。変態山ですね。これは立派な山頂看板はあるんですけど、変態ですね。はい、というわけでですね、この動画を見てるあなたも変態の可能性はありますので、ぜひ登ってみてください。ご視聴ありがとうございました。